パニーズ土下座は背中の脂肪を撃退します。こんにちは、井上です。最近施術を受けに来てくださる方々、皆さん背中とか腰肉、背面の脂肪が気になる方増えてきてます。とてもなので、今日紹介したいのは、普段皆さんが日常的にやっている土下座、この土下座がめちゃめちゃ背中にいいエクササイズだということを僕は武士から学びました。昔の武士はこう土下座をした後にしっかりこう起き上がると、土下座をするこの時は背中の筋肉って一番伸びてるんですけど、起き上がる時って背筋の筋肉を使って起き上がるんですよ。なので実は土下座をして起き上がるこの一連の所作、これはですね、背筋より数倍効くと思われます。なので今日はこのエクササイズを僕と一緒にやって、しっかり背中痩せできるように一緒に頑張りましょう。多分一人でこのエクササイズをやると多分惨めな思いになってしまうと思うんで、この動画を見てきっとみんなもやってると思えば土下座も怖くない。みんなで土下座をして背中痩せしましょう。それではまず最初に四つん這いになります。足も肩幅、手も肩幅ぐらいで、このままお尻を引いてお腹と太ももがつくぐらいまで下ろしたら前元の状態に戻す。お腹と太ももをつけて元の状態に戻す。これを1分間一緒に行いましょう。よーい、スタート。はい、ここで息をふーっと吐いて、ここで吸う、吐いて、で吸う。この息をふーっと吐いて吸う。この縮こめた時にしっかりと背中がぐーっと伸びてるような感じを感じてください。ぐーっと伸びる背中をぐーっと伸ばす。普段ね、猫背になってる皆さん、これはもうね、現代病と言っても過言ではないぐらい猫背の人が多いです、今本当に。お客さんで猫背じゃない人はほぼいないぐらい。そうなってくると背中の脂肪はめちゃめちゃつきやすくなりますから、しっかりとこれでこうやってエクササイズして背中の筋肉をしっかり動かしましょう。頑張って、もうちょい、しっかりと引く。はい、1分経ちました。次はこうやって膝をついて、正座が難しい人はつま先を立ててこういう風に座れば全然問題ないと思うので、こういう風に座って土下座をする。こっから起き上がって姿勢を正す。土下座をする、起き上がって姿勢を正す。これを1分間一緒にやりましょう。よーい、スタート。ここで吸って、ここで吐く。で、ここで胸をしっかり張る。ふっと、はい、で、胸を張る。どうですか皆さん、人生で僕こんなに土下座したら初めてです。はいはい、これならもうね、この今背筋がめちゃめちゃ起き上がるときにクッと収縮するんで、自分のね、この頭ですら動きがあるし、上半身はね、もうほぼほぼ3分の1の重さを占めますから、こういう風にやって背中の筋肉を使いながら背筋を鍛えると。どうですか、これがね、すんなりできるようになれば誰も怒らすことなく人生がとてもスムーズに円滑に進むんじゃないでしょうかね。オッケー、1分経ちました。オッケー、よっしゃー。そしたら次です。膝と肘をこういう風についてこの体勢になって、肘を曲げたままグッと開く。これをこうやって左右をこうやってやる。これを1分間一緒にいきます。よーい、スタート。はい、グッとスッと、よいしょ、へい、こうしっかり息をふっと吐かないとねじれない。ほい、これは胸椎をしっかりと動かさないと動けないのと、やっぱこのね、上、背中の中でも上半身、胸下筋とかね、大円筋、小円筋、肩甲骨のところについてる筋肉も動かせるんで、これはとても疲れますね。疲れそうですね、それは。これはすごく疲れます。フォームを崩さないように、なるべくクッと、ショー、ホッと、はい、頑張ってやるな。もうちょいですかね。もうちょいです。はい、もうちょっとですか。
はい、1分経ちました。ゲーです。これすごい背中やばい。そしたらまた土下座する前の形にしたら元気もりもりの形を作ります。元気もりもりの形を作ったらクッ、こうやってクッと、これ90度90度を絶対崩さないようにねじります。これを1分間一緒にいきます。よーいスタート。はい、しっかりとこの胸より内側にこう腕が来ないように開いてクッと入れる。そうすると広背筋がすごい収縮していくので、はい、酔っちゃうよっていう人はこうやって首を前に、もういつままでもいいし、こうやっていろんな方向を向きながらやってくれてもいいです。こんなに喋りづらいエクササイズ今までありませんでした。はい、それだけね。もうすごい、これもうめっちゃ汗かくよ。これすごい、やっぱ私は舐めてたね。これは考えた時はこんなに疲れるとは思わなかった。はい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 、疲れた。まだもうちょい頑張って。はい、1分経ちました。 OK、 やばい、これすごい疲れるかも。そしたら次、最後はクールダウン。あぐらかける人はあぐらをかいて、あぐらかけない人はさっきの膝立ちの状態になって、このまま手をこう前で組んで、ぐーっと手を前に、背中を後ろに、皆さんの得意の猫背を最大限に今発揮しちゃいましょう。30秒間一緒に伸ばします。よーいスタート。今までこう背中の筋肉を一生懸命収縮させたんで、今乳酸が溜まってるような状態なんで、しっかりとこうやって最後にぐーっと伸ばしてあげる。そうすると一気に血液がバーッと流れるようになりますから、伸ばす。ふーっと息を吐いて、伸ばす。しっかりと伸ばす。ぐーっと。これ伸ばすだけでもすごく疲れる。はい、30秒経ちました。しゃあ、OK です。OK。皆さんお疲れ様でした。これは意外と背中もやったんですけど、腕とかも動かしてるんで、巻き肩の人にもすごくいいエクササイズなんで。今皆さんきっと姿勢が正せる状態になってるんじゃないでしょうか。会う人に、あれ、あなたの姿勢美しいねと言われる、そんなあなたになって、背中も痩せて、さらに若々しい、そんな体を手に入れて、いつまでも美しいあなたでいてください。このようにアピランス TV では、今でも経営でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいって思い動画を投稿してもよかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。